はい、これね、STB のこのね、もう歴史ありますこのスタジオはですね、大体これ何畳ぐらい、6畳ぐらいだね、6畳ないか、5畳か、5畳ちょっとぐらいですかね。で、でかいテーブルがあって、カフがですね、右にやるのよ、右にカンと、カンと、普通こっち側にガンと行くんだけど、あのほら、コックピットじゃなくて、あのなんだっけ、あの飛行機に乗るときにほら、ガーンと、いや、ブレーキとかなんかあるじゃん。操縦席にね。あれをだいたい前に引くんですか。で、オンになるわけ、声が。このスタジオ47年ぐらい。もう歴史。あの、開局47年。もうなんかすすけてますよ。天井とかね。このすすけた感じがいいですよ。ここからいろんな人たちがね、出ていったんでしょう、きっとね。さて、たくさんのメールがね、来ておりますんで、それを何枚か紹介しておきましょうかね。だって今日あれだよ、肝心なあの日本放送とどこだっけ、名古屋、どこだっけ、九州が KBC 九州朝日放送があれだって、あの野球が延長してっから、その他はみんなねネットしてんだけども、まあゆっくり行こうね。山梨県民文化ホール、しびれました。僕は前から4列目にいました。剛の目が何回もあったような気がします。なんとハモニカを取りました。お、よかったね。あれは好意的にやってくれたの？いや、もう好意的とかなんてないよ。お前がゲットしたんだよ。来るところに来るんで、行くところに行くのよ。ね、あと夢をありがとう。勇気をくれてありがとう。力をくれてありがとう。剛、また明日からもう頑張る。剛もオンライトに向けて頑張れ。俺も行くから。山梨県桑原正孝、15歳。ありがとうね。楽しかったな、山梨な。ああ、9月20日山梨でのコンサート、前日の放送では3時間はもうやらないって言ったのに、見事に3時間やってくれたね。2人でひまわり持ってたの気がついてくれた。いたね、そういえばね。剛コールに呼び止められ立ち止まり、もう一度ステージに戻って歌ってくれたね。本当に心が熱くなった。魂だ、涙が出た。ピーちゃんも可愛かった。そうそうそう、家からね、夜中ピーちゃん連れてね、あの愛鳥も、あの青帽信仰連れてね、あのステージで出たのよ。ステージ出したね、インコをね、受けましたね。ピーチャーコールまで出てね、ピーちゃんピーちゃんってキョトンとしてました。山梨最高って言ってくれた時、こんな田舎者の集まりも一つになれて、剛に認められたような気がして嬉しかった。この感動は今日だけじゃないよなって言ったよね。もちろん今だって胸が熱くなる。来年の桜島必ず行きます。一緒に黄金の太陽を見るために。高井梨沙、25歳。お前ら、お前口先だけじゃダメだぞ。俺だって生実家ね、この3時間やらないって言っても3時間みんなが希望するならばね、俺は何時間でもやるよ。3時間でも4時間でもやるね、やるよ。で、一つの感動を作るじゃないかね。感動を作って、それで桜島に行くぞ。で、あの時に約束した、ただのノリだけで約束したんじゃないだろね。だから来年の桜島、本当に一緒に黄金の太陽を見ようよ。ね、2004年の8月の21日、今みんなね、桜島の県が、必死になってですね、区画整理をね、やってくれてますからね。楽しみだね。それからね、まだ来ております。